での終了。プロ野球の FA 宣言選手が14日、公示され、15日から全球団との交渉が可能になる。注目選手の一人がソフトバンクの甲斐拓也だ。今季も119試合で打率2割5分6厘、5本塁打、43打点の成績を残し、ぶっちぎりのリーグ優勝に貢献した。育成するのが難しいポジション柄、パ・リーグを代表する捕手が FA 宣言すれば獲得に手を挙げる球団はあるだろう。すでに巨人が興味を示していると報じられている。しかしながら、持ち味の甲斐キャノンの衰えは顕著だ。実際、今季の盗塁阻止率はレギュラーを獲得した2017年以降で初めて3割を割り込み、リーグ5位の2割8分4厘だった。トップの若月健やオリックスの4割7分4厘には遠く及ばず、日本ハムのタミヤ、西武の古賀、楽天の太田の後陣を排している。DeNA に敗れた今年の日本シリーズでも第3戦、第4戦で盗塁を許し、打席では13打数無安打。第2戦で右肘を打って1打点を挙げたのが、バットでは唯一の貢献だった。甲斐にとっては間違いなく野球人生のターニングポイント。同じ2010年の育成ドラフトでソフトバンク入りした千賀滉大は海外 FA 権を行使して海を渡った。パ・リーグを代表する捕手の決断に注目が集まる。そんなに低かったんか。全くキャノンじゃない。バッティングも普通だしな。肩が良くなることってあるんだろうか。リードでベテランの底力を見せてほしい。甲斐拓也、頑張れ。ナンジェイマ Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。